涙が止まらない、心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。前に君は抱きしめたいと思った、これが愛と知っても、一人の自分に君の腕が強くて、今日まで君だった、大切な世界だろう、何度も君を包まれてる、全て探していた、星空パレットさんは2021年9月13日月曜日、大阪の宝大阪にてユニドル関西東海ボリューム2への出演決定という内容です。通常枠と決勝枠のタイムテーブルになります。チケットの内容です。セットリストになります。出場メンバーの方々です。星空パレットさんはユニドル関西東海ボリューム2におかれまして、通常枠だけではなく決勝枠4曲も披露いただけました。8月31日の決勝戦に向けて磨いてこられました星パレさんの全力パフォーマンス、本当に素晴らしい内容でした。決勝のセットリストになります。星空パレットさんからの重大発表として、今年2021年11月13日土曜日、星空パレット名物不定期イベントを予定されていらっしゃる内容で告知をいただいております。